競技風景スーパー大回転は、アルペンスキーの競技種目の一つで、格好とともに高速系種目に分類され、格好と大回転の中間にあたる。スーパー G、SG とも表記、呼称される。英語表記は、スーパージャイアントスラロームスキーイングである。アルペンスキーの競技種目の中では最も歴史が浅く、東急リンピックの正式種目に採用されたのは、 1988年のカルガリーオリンピックからである。日本人選手の過去最高記録はすべて千葉信也が保持している。冬季オリンピックではカルガリーオリンピック14位、アルペンスキー世界選手権クランモンタナ22位、アルペンスキーワールドカップガルミッシュ大会17位である。なお当時は15位までが入賞対象だったので、日本人選手のアルペンスキーワールドカップ入賞は、 未だない。これは、アルペン5種目の中で唯一となっている。標高差の設定はそれぞれ次の通りとなっている。アルペン競技で鬼門に使われるポールは、スラロームポールと称されていて、リジットポールとフレックスポールの2種類がある。スーパー大回転では、ターニングゲートのターニングポールにフレックスポールと、アウトサイドポールにリジットポールを使って、フラッグを取り付け、 アウトサイドゲートは2本とも、リジットポールを使用して、フラッグを取り付けることが定められ、赤と青を交互に設置しなければならない。また、方向転換数は、標高差から計算され、FIS レベルでは7%、オリンピック、世界スキー選手権、ワールドカップ、世界ジュニア選手権、コンチネンタルカップでは6%の数としている。 基門のターニングポールの間隔は15メートルから28メートルで、通常は25メートル以上でなければならないが、例外もある。ただし15メートル以上は必ず開けなければならない。格好競技と同様に、基門両側間の滑走ラインアウトサイドを結んで、方向を示すカラーペイントのラインが、雪上に施され、選手はこの左右のラインの間を滑り降ることになる。ただ、 コースの設定によっては滑走中にオーバースピードとなるなどしてカラーペイントのラインを踏み越してしまう場合があるがスーパー大回転を含めたアルペン競技のルール上選手は基門に設けられる基門線を確実に通過していれば良いのでカラーペイントラインを踏み越してしまった場合のペナルティはなくあくまでもコースの目安としての取り扱いとしている なお、カラーペイントが使われる以前より松葉などを使うことがあり、現在の規則にも定められている。また、カラーペイントは、基門の設置場所に必ず行い、全競技中は最後まで消えないようにする。格好よりもターンの技術が要求されるようなコースが設定されるが、それでも最高速度で時速 100km を超えることもある。地形的に可能であれば、 ジャンプを設定することも可能である。装備は格好に近い。スキー板の長さは当初は男子が最短2 0 5トル女子は2 0 0トル最低回転半径3 3ル以上と決められていた。2013シーズンからは一部、2014シーズンからはすべての公認大会で全長は男子2 1 0トル以上。 女子2 0 5トル以上が適用されていた。回転半径は男子 r 4 5ル女子 r 4 0ルが適用されている。2020シーズンからは一般選手において全長はコンチネンタルカップにおいて男子2 1 0トル以上、女子2 0 5トル以上、その他カテゴリーにおいて全長は男子2 0 5トル以上、 女子2 0 0トル以上が適用されている。回転半径は現在も同じである。ユースカテゴリーにおいては現在は、K2 では男子、女子ともに全長は1 7 5トル以上、回転半径は r 2 7ル K1 では男子、女子ともに全長、R の定めはなく、体格、体力、技能に適応していれば良いとしている。 ストックは空気抵抗を少なくするためにクロージング姿勢を取った際に体に密着するよう曲げられたシャフトと空気抵抗を軽減する形状となったバスケットを取り付けたものが使用される。ヘルメットは装着義務があり FIS による安全規格基準が定められ現在は FIS ステッカー RH2013 適用品のみ認められている。 スーパー大回転の競技は一本で行われる。この点は格好と同じで大回転とは異なる。格好では公式練習が行われるが、スーパー大回転では公式練習は実施されず、インスペクションのみで競技が行われる。ありがとうございます。